やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。小池知事対黒岩知事のなんか争いみたいなのが勃発していますけれども、その辺と内閣との相関図を書いたり、小池知事と黒岩知事どっちが悪かったのかみたいなのを占おうと思います。基本的に1日1本か2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録と通知お願いします。ツイッターのフォローもぜひぜひお願いします。個人鑑定の予約状況であるとか、個人的なこととか、なんか社会情勢とかつぶやいてます。ああ日にちがねまた書いてないね。今日は3月9日。3月9日といえば先日レミオドメンの3月9日歌ったやつ MV アップしてるのでぜひご覧くださいね。ぜひ。はい。どういうニュースかと言いますと、もうこれもね読まなくても皆さん知っているかと思いますけれど、ね、緊急事態宣言の延長をめぐってで、その中のやりとりで、小池百合子東京都知事に事実と異なる説明をされたっていうね、神奈川の黒岩知事がそういう主張をしてるんですね。で、それが事実ならば、首都圏の4都県の足並みが乱れる事態に発展する可能性をはらんでいるみたいなことで、黒岩氏が7日のフジテレビの報道番組の生出演の中で、こういうことを言ったんですね。1日に小池氏から電話があり、延長せざるを得ないでしょうと言われたので、黒岩氏は、ちょっと待ってください。もうちょっと数字が見たいと伝えた。すると、小池氏は翌2日に4都県の知事でコロナ担当の、西村経済再生省と面会することを提案。で、面会時に提出する文書案を見ると、2週間の延長、宣言延長を要請する記載があった。で、黒岩氏が、これ持っていくの？まだ話してないよね。他の知事は大丈夫なのかなと尋ねると、小池氏側は森田健作千葉県知事と大野埼玉県知事も、賛成しているって答えた。で、ところが黒岩さんが森田さんに電話で確認したら、森田さんは黒岩さんが賛成するからって党の方が言うから俺も賛成しようとなったと説明したとされる。で、大野さんも同じような回答だった。で、そういうことで、なんか小池知事がなんか千葉県知事も埼玉県知事も延長しようっていう話、なんか黒岩さんがそういう話にしてるわ、なんか賛成してくれてるわよみたいなのをね、みんなになんか言って出たみたいな感じだから、でもそれをね公の場で後でね、こういうことがあったんですよみたいな暴露話として生放送で言っちゃう黒岩知事みたいな、どっちもどっちが悪いんだみたいな、どっちもどっちじゃないかみたいなことにはなってるんですけれども、まあタロットさんは今回の件誰が悪いっていうのかなみたいなのと、内閣と小池知事黒岩知事のこのね関係どうなってんのかっていうのと、まあちょっと尾身会長を入れてみようかなみたいな、尾身会長の合ってるよねこれで、尾身会長合ってるこれで、なんかこの辺がね気になってるから占ってみようと思います。はい。黒岩さん去年ね一回だけさらって占った気がする。他の知事とまとめて一緒に多分占ったはず、それ以来ですね。じゃあタロットさんにとって今現在の小池知事はどんな存在？なんかゆり子さんなんか全方面に向けてさ、なんか仲悪い。なんか、ゆり子さん、誰と仲良くできるんだろうみたいな疑惑がある。なんか、全方向に向けて喧嘩売ってるみたいな。すごいな、みたいな。はい、タロットさんにとって今の小池都知事はどんな存在に見えるの？マジシャンの逆、なんかこれさ、この前、オバマ大統領って、前大統領ってどんな存在って言ってね、それと同じカードが出た。これはね、人で出ると、人を欺く人とかね、詐欺師とかね、もしくはこう、勘が冴えないとか、こう、アイディアを出しても、その考えとかアイディアが冴えなくて、なんかこう、頭がぼーっとしてるとか、どうも創造性に欠けるみたいなね、そういう。だからそうだな、欺くまでは、まあ、言ってるか、今回。黒岩さんに対しては、言ってるかな。欺いたか、嘘ついたか。まあ、そういう点では、まあ、嘘つきだったかもしれない。わかんないよ、まだ真実はね。二人の間でしかわかんないと思うけど。もしくは、人がこうしたら、相手がどう思うかな、みたいな配慮が足りないとかね。想像力、創造性みたいな。そういうのが足りない人、みたいな。対策注意点いいんじゃ、もっと資料深くなりなさいよ、ゆり子みたいなのがね、出ております。はい。じゃあ、
タロットさんにとって黒岩知事、黒岩の神奈川知事じゃないよ、神奈川の黒岩知事はタロットさんにとってどんな存在ですか？今現在。はい。黒岩知事はどんな存在に見えてますか？女強行の逆。まあ、これも、どっちも人のカードが逆に出たね。ゆりこさんは、マジシャンのカードが逆に出て、黒岩知事は女強行が逆に出ました。これは感情的ヒステリックになって、自分を見失ってる感じですね。知性、理性みたいなのを失っている。だからもう怒りとかに負けて、超感情的になっちゃった人みたいな。ヒステリックになっちゃった人みたいな感じが出ております。対策注意点、審判、決意する。自分は今何をすべきなんだみたいなね。そういうのをもう一回ちゃんと何をすべきなのか、何を成し遂げるべきなのかみたいなのをもう一回見直して決意した方がいいと思います。はい。まあ、どっちもどっちかなね。両方人のカードが逆向いてたからどっちもどっちみたいな感じがするけどな。じゃあ、今回のことは小池知事と黒岩知事どっちが悪いのか。じゃあね、全体的なキーカード。ゆりこさん、黒岩知事、どうすべきなのか対策注意点みたいなので、いきます。ゆりこさん、黒岩知事。はい、ズバッと出ました。どっちが悪いかでしょ？ゆりこさんの方がいい。あ、そうね。まあ、どちらかというとゆりこさんの方がいいカードかな。黒岩知事もでも悪いカードじゃないよ。釣り人、ね、自己犠牲、忍耐、努力みたいなカードで、まあ、その末に報われるみたいなカードではあるね。ゆりこさんは月の逆だから、不安、迷い、晴れるみたいな。ああ、そうね。まあ、どっちが悪い対決に関しては、まあ、どっちもどっちかな。どっちかがすごい悪いカードとかは別に出なかった。で、全体的なキーカードがやっぱ陰じゃなんだね。思慮深くなるよみたいな。対策注意点、皇帝なので、皇帝の言うことを聞けお前らみたいな。なんだろう、皇帝と話し合ったのかみたいなね。ちゃんと内閣、菅さんとか、その辺との言うこと、ちゃんとあなたたち言うことを聞いてますかみたいな、なんかこの辺の喧嘩じゃなくて、皇帝の存在をね、思い出せみたいな、こっちをもっと大事にしてあげてみたいな感じが出ております。はい。なのでまあ二人とももっと菅さんとか内閣の言うことを聞けみたいなことをね、タロットさん言いました。はい。じゃあ、相関図いきますよ。菅内閣から見て、ゆりこさんはどんな存在？もうね、ずーっと菅さんと仲悪いよね。去年からずーっと占ってるけど、もう、なんだろう、もう仲良くなることないのかね。もうずっとお互い言い合ってるよね。なんか、ね、会見とかの度にお互い嫌味を言い合うみたいな。どうすりゃいいのこれ。本当に。菅内閣から見て、小池百合子さんは、どんな存在ですか？はい。じゃん。運命のは、ああ、でも、ラッキーとか幸運なんだ。対策注意点、恋人。仲良くはした方がいいよって出てるね。あ、でも悪いカードは出なかったよ、内閣から見て。うん、運命のはなんか幸運をもたらしてくれるかもしれない。そうなんだ。じゃあ、ゆりこさん、小池知事から見て内閣はどんな存在？はい、ゆりこさんから見て内閣はどんな存在今？今度逆に出たアンラッキーとかね、タイミングが合わないなみたいな、あ、なんか同じカードがこの正位置と逆位置で出たのが興味深い。対策注意点いいんじゃ。はい、そしてじゃあ、内閣から見て黒岩知事はどんな存在今？はい、内閣から見て黒岩知事はどんな存在でしょうか？じゃん、マジシャンのアイディア、感が冴える、創造性があるみたいな。お、対策注意点、正義、まあ、バランスを大事にねみたいな。あ、じゃあ内閣から見たら知事の気持ちとか意向はめっちゃ大事にしてるのかな？なんかね、うん。じゃあ黒岩知事から見た内閣は
どんな存在なのかな。あ、ペダッと落ちたのは正義だ。はい、黒岩知事から見て内閣はどんな存在？タワーの逆、関係の清算、必要とされる方か。ああ、フール、新しくなった方がいいんじゃないみたいな、そんな感じかな。一回壊して新しくなれば内閣みたいな。そんな感じ。そしたら、今回の因縁の対決。小池百合子さんから見た黒岩知事はどんな存在？はい、百合子さんから見た黒岩知事はどんな存在か。月の逆、ああ、さっきも出たね、月の逆ね。月の逆はね、不安、迷い、解消が晴れた。だから、なんだろうね、これ。上から目線な感じなの。まあ、私はもう許しましたよ、みたいな。そんな感じ、なんだろう。対策注意点、世界。もうこれ以上何も変わらない、みたいな。じゃあ、黒岩知事から見た百合子さんは？はい。黒岩知事から見た百合子さんはどんな存在？力強い！あ、でも悪い感情じゃないんだね。なんかあんなにお互い、なんかやり合った感じだったけど、今回。あ、別に悪い感情じゃないんだ。うん、まあ、なんかね、黒岩さんもこんなことがあったよって言って、ラストに、もういいんですけどね、みたいな感じで。じゃあ言うなよ、みたいな感じだけど。うん、なんか、お互い悪い感情じゃないんだね、じゃあ。そうなんだ。じゃあ、なんだったんだよ。VS じゃないんじゃん。小池知事 VS 黒岩知事って書いちゃったけど、別に戦っちゃないんだ。そうなんだ。戦ってんのは、知事と内閣なのかな。じゃあ、そしたら内閣と尾身会長のこと見ていいですか？内閣、菅内閣から見た尾身会長ってどんな存在なの？なんかもう尾身さんの言うことを聞いてるとさ、あと緊急事態宣言が1年くらい必要になるくらいのなんかなんだろうね、この。その、悠長って言ったらなんだろうな。なんだろうね。まあね、危険をいかにもう最小限にしようみたいな。慎重、めっちゃ慎重なのはわかるんだけど、尾身さんの言うことを聞いていると、永遠の緊急事態宣言だよなっていう感じはする。わかるよ、わかるよ。なんか危機感を煽らないといけない立場なのはわかるけど、はい。内閣から見た尾身会長の存在。じゃん、審判。ああ。今回内閣から見て全員良かったね。審判、決意するとか復活するみたいな。対策注意点、女教皇。あ、信頼してんだね。内閣から見ると全員信頼してるんだ、じゃあ。じゃあ、尾身会長から見た、ね、菅内閣は、どんな存在なんでしょう。はい、尾身会長から見た菅内閣ってどんな存在？陰者の逆、暗い、陰湿、ねちっこい、病的な。すごいネガティブなカードが出た。うん。対策注意点、運命の輪。うん。ああ、なんか内閣が全員から嫌がられてる。はい。出揃いましたけれども、はい。これね、内閣は、すべてのね、小池知事、黒岩知事、尾身会長、全員のことをプラスなんですよ。赤がプラスね。プラスとかポジティブ。あ、ここ、一生懸命書いてたのに、見えないところだった。ポジティブな感情です。内閣から全員のご意見を聞こうと信用してるんだね。マイナスの感情は持ってないんだけど、他のね、尾身会長からはこう、暗い陰湿みたいな、小池さんから運命のはチャンスを逃してるとかね、なんか不幸の始まりとか、黒岩さんからはもう解散すりゃいいのに、なんかタワーの逆みたいな、なんか全員から負の感情で、なんか、総合的にもう全員から、なんか、信頼されてない感が出ていて。そしてね、超意外だったのが、この、今回の一番の焦点であった、焦点、小池知事と黒岩知事の戦いみたいな。VS って書いたのにさ、全然戦ってないじゃんみたいな、どっちも仲良しだったよみたいな。何だったんだみたいな。なので、そんなにここは仲悪くないのかな、結局。仲悪いのは内閣となのかなっていう。仲悪いっていうか、一方的にこう、知事とか尾身会長が信頼してない感じがします。はい。どうなる菅内閣。はい。
なんかさ、もう緊急事態宣言が占い通り開けないんじゃないかみたいな気がしてきたよ、本当に。ね、どういう条件になったら開けるんだろうな、みたいな。すごく不思議な感じがする。開けんのかな、本当に。謎でしょうがない。はい、ということで、小池知事と黒岩知事について占いました。はい、以上になります。じゃんけんいきます。玉木じゃんけん。じゃんけん、ぽい。グーなのでパンの人の勝ちです。じゃあね。バイバイ、ありがとうございます。